ジェイコムからお届け、中野ジーンズ館。新年明けましておめでとうございます。今年も始まりました。ジェイコムがお届けする全国ご当地ジーンズ館の中野バージョン、中野ジーンズ館。番組の MC 担当しますブル中野です。今年もよろしくお願いします。この番組では毎回中野区で活躍される方をご紹介して、いろいろな話を聞いていこうという番組です。さあ、2019年最初のゲストは酒井直人中野区長です。中野区長の酒井直人でございます。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では3つのキーワードからゲストの人生を紐解いていきます。今回のキーワードはこちら。1つ目、若手区長として。2つ目、区長は中野区物知り博士、はい、3つ目、子育て、見守り、支え合い、はい、ということなんですが、はい、まずは1つ目のこのキーワードですね、はい、若手区長としてということなんですけども、はい、23区、例えば区長が23人いますけども、はい、40代の区長は3人ということで、はい、私は今47でございます。47歳、はい、やだ年下若いですよね。ありがとうございます。若いですね、はい、じゃあ東京都でも若い方ということで。そうですね、若い、そうですね、新宿の区長と、はい、渋谷の区長が同じく46、7ぐらいの、あとは大体皆さん50歳50より上の方が多いですね。はい、嬉しいですね。中野区としても若い区長さんなので、はい、そうですか。もともとは中野区の、職員さんだったんですか。そうなんです、はい、区役所に入りまして22年間、はい、働いておりまして、それで、昨年の6月の選挙に出たということでございます。はいはい、そのもう若い時から、区役所に入られて野望はあったんですか。いやいや、特にそんな区長になろうなんて思ったことはないですよ。本当ですか。まあ、ひょんなことからというか、まあ、出ることになりました。たまたま、はい、そうですね、な感じだった。もう一生中野区で働こうと思ってたんですけどね。はい、そうなんですか。わあ、すごい。どうなんでしょう、区長さんになってみて。まあ、区の最後は管理職だったんですけれども、まあ、リアルにちょっと倍ぐらいですかね、うん、はい、きつさとしては。きつさ倍。そうですね、でも本当に忙しいと思います。いつも本当はフェイスブックだったりブログだったり見てるんですけども、もう動きっぱなしですよね。そうですね、土日がやっぱりちょっとなかなか休みが取れないというか、はい、いろいろ入ってまして、だから娘がいるんですけど、はいはい、あんまり最近遊んであげられなくてですね、ちょっとあれですね、遊ぶ時間もないぐらい忙しい、ちょっとこれは改善していかなきゃいけないと思ってるんですけど、ね、はい、でもあれですね、中野区民としては区長さんにいっぱい働いてもらいたい。あ、もちろんです、もちろんです、はい、精一杯頑張ります。もちろん、はい、あとあれですよね、はい、去年も東中野のバルでお会いしたんですけども、なんかもう区長さんに会うとみんな市民の方たち嬉しくて、うん、でなんかこう区長というよりも友達感覚ですごくこう親しんでますよね。あ、そうですね。なんでそんなに、ね、すごいかっこいいわけでもないのに好かれてますよね。すごい好かれてますよね。なんでしょうね、飲み屋、まあ、職員の頃から飲み屋によく行ってましたので、知り合いが多いっていや多いですよね。そうですね、はい、すごく飲み屋の友達がよくバルで会うということですね。はい、でも本当にみんな親しみやすくて、はい、区長に会った後にすっごいみんな元気になるんですよ。なんか面白い、ね、方ですよね。本当にすごい元気のもらえる方で、はい、本当に酒井区長、区長でよかったですね。いやいや、でもまあ観光大使のブルさんがね、本当に、ね、皆さんね、ありがとう、はい、観光大使になっていただいてありがとうございます。とんでもないです、はい、本当にありがとうございます。はい、去年本当に就任式やっていただいて、そうですね、プロレスのリングで就任式でしたもんね。はい、そうでした、はい、区長も上がっていただいて、ね、はい、そんな観光大使今まで聞いたことないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。区長もね、プロレス好きだっていうのを聞けた、はい、あ、そうです、そうです、はいはい、楽しかったです、あの時は、はい、ありがとうございます、はい、でお名前もね、はい、タイガーマスクの名前。あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです。母親に本当に聞いたら本当だって言われて、最初冗談だと思ってたんですけど、本当に子供を産む時の子、入院してる病院のテレビでタイガーマスクを見ていて、あ、この名前にしようと思ったって本当なんですよね。タイガーマスクのアニメの、はい、アニメの伊達直人の直人から取った、から酒井直人になったという。そうでございます。はい、やっぱもう、はい、いい加減ですよね。プロレスとつながっております。はい、はい、ということなんで、まあ区長になって、まあ、生活変わったと思いますけども、はい、まあ、忙しさ倍増して、そうですね、はい、どうなんですかね、やってよかっ
ったって感じですか。いや、まあそれはやってよかったと思いますよ実際やっぱり責任も重いですし、うんうん、33万人の区民のやっぱり生活をやっぱり支えなきゃいけないわけですから、はい、非常に重い仕事だと思いますけど、はい、やりがいももうとても大きいと思ってますので、はい、やっぱりもう全然はい、職員の時とは全く違いますもんね。そうですね、最後の職員の最後の時は高齢福祉の関係の課長だったんですけども、はいはい、もちろん区長になると高齢福祉だけじゃなくていろんなさまざまな問題を、はい、まあ、毎日毎日議論して決めていかなきゃいけないということなので、はいはい、まあ、非常にそうですね、全然違いますね、はい、職員とは、はい、違いますね、はい、これからも本当頑張っていってほしいんですけども、はい、はい、2つ目のキーワードに行ってみたいと思います。2つ目は区長は中野区物知り博士。そうなんです。こんな大きく出ちゃっていいんですか、これは。事実、物知り博士、中野区検定というのがありまして、はい、毎年11月ぐらいに、はい、毎年1回ずつやってるんですけども、はい、それの第1回に私受けまして、はい、そうなんですか。その時は区の広報課長だったんですね、はい、広報課長で、100点満点で、はい、2問間違えちゃったんですよ。だから 50問で、はい、2問間違えて96点だったんですけど、はい、1位だったんです。わ、すごい。中野区物知り博士になりました。うわー、はい、行ったんですね。1500円払って、行きました、行きました、はいはい。あ、そうなんですか。そうなんですよ。1回目のやつ。第1回目です、はい、まあ、それからどんどん問題が難しくなってきてるんですけども、はい、まあ、1回目ということで。そうですね、私もね去年受けたかったんでちょっとたまたま行かれなかったんですけど、ぜひちょっと受けてみてください。お勉強はしたんですよ、はい、それで今までの問題集1回目2回目3回目4回目出てたんで、うんうん、見たんですけど、1回目の時の問題集と、うんうん、最後の方の問題集も全然、うん、違いますね。難しいんですよね。難しくなりましたね。どんどん難しくなってる、はい、受けてる人がおっしゃってるんで、はいはい、私も次受けたら受からないかもしれないというでも中野くんのことは本当に何でも知っているということで、ね、どんなジャンルでも自信があるんですか。そうですね、うん、だいたいそうですね、2問間違えた時は、はい、お寺の名前が確か分かんなかったのがありましたので、ちょっと それからお寺とかは意識して勉強してますので、はいはい、だいたい詳しくなってると思います。次100点だな、はい、ほら、はいはい、ブロードウェイ検定っていうのもあるんですね。中野区検定とブロードウェイ検定。ブロードウェイ検定ももうだいぶ前なのですけども、はい、あったんですよ。3級、2級、1級ってあって、私さ、はい、2回受けてるんですね、で、はい、3級と2級を受けて両方とも取ってるので、はいはい、で1級はどうもほとんどいないらしいって言ってるんで、だから事実上2級が一番上じゃないかって言われてるんですね。まあ、もうでもそうですよね。区長さんがこんだけ中野のことを知っていてくれたら本当に嬉しいし、もう自信もありますよね。私も一度受けようと思ってるんですけども、そうですね、この前ブロードウェイ検定についてはもう一回復活して一級を受けたいんですけどっていうふうにちょっとブロードウェイの方には熱くちょっと語らせていただきましたけども、幅かけて、もともと中野区出身だったんですか。生まれというか出身は岐阜県というところなんですね、はい、岐阜県で、大学でこちらに出てきまして、はい、最初に住んだのが中野5丁目だったんですよ。あ、そうなんですか。もう駅から歩いて5分ぐらいのところの、はいはい、風呂なしのアパートに最初住んでまして、それ以来ずっと、まあ、基本中野ですね、はいはい、その時はまだ独身でいらっしゃったんですね。 もちろん独身で、そうですね、学生時代は中野で過ごしました。風呂、はいはい、なし、うん、銭湯行かなくちゃいけないじゃないですか。銭湯毎日行ってますよ。天神湯ってあるんですよ、5丁目に天神湯今もありますよ。天神湯に毎日入りに行ってました。すごい、はい、風呂なしアパートからでもこんなに偉くなれるんですよ皆さん。いや、もう家賃が4万、はい、確か5000円だったんですよね。4万5000円で風呂なしですよ。結構高かったんですね。中野高いなと思いましたやっぱりね。大学からちょっと電車で1本で来れたので、はい、うん、毎日誰か友達が泊まりに来てました。遠くから帰ってくる人たちいるじゃないですか、はいはいはい、帰るのめんどくさいじゃないですか。そうですよね。で、明日の朝授業早いから止めてくれとかって、うん、毎日必ず誰かいて、だからうちのアパート必ず誰かいるんですよ、私以外にも、はいはい、で当時もやっぱり中野ブロードウェイが、はい、私よく行ってまして、はい、でもう今なくなっちゃったんですけども、はい、4階がお医者さんがいっぱい入っていて、はい、食堂も一部入ってたんですよ、はい、で帝国食堂ってなかったんです、はい、ちょっとね、かっこいい、業々しい名前、帝国食堂そこがとんかつ定食が380円だったんです、はい、380円安いんですよ。安い、もう本当に学生の時はもう重宝しまして、うん、そこによく行ってました。380円、ねはい、ありがたいですよね。ありがたいです。学生にとってはあれがもうなくなってしまって本当にこう、はい、寂しくなったっていうのもありますし、うん、その頃恋愛とかはどうだったんですか。なんですか、ね、恋愛とかは
その喫茶店でナンパとか、まあ汚い野郎どもでですね、いつも遊んでましたね。そんなの浮いた話はございませんでしたよ。はい、ないですなかったんですか。でも今 の奥様とは、うん、どこでお知り合いになったんですか。妻はですね、はい、もう、30ぐらい過ぎてからですね、はい、知り合ったのは、はい、友達の、いや友達、大学の友達の同じ会社に勤めてたっていうことで、はい、そうなんですか。まあ、いわゆる合コンみたいな形で一応会いましたね、はい、初めて見た時からこの来ますね、はい、まあまあそうですね、はいはい、初めてビビッときたん、ビビッときました、はい、で奥様の方はビビッときたんですか。いや聞いたことないですなんで聞かないんですかいやどうだったんでしょうね、わかりません、はい、そこから交際が始まって、うん、あ、そうです、結婚して、はい、ということで、はい、お子さんはお一人なんですか。そうなんです、はい、今小学校です。娘さんはお一人だけ、はい、区長選挙に出るっていう時って、はい、公務員だから辞めなきゃいけないじゃないですか、はいはい、いや辞める、辞めてもいいかっていう家族会議はやっぱ最初やっぱり、ね、したんですね。もう妻もびっくりしたと思いますけど、はいはい、でも賛成で、まあ、最後は、ね、はい、協力してくれて、まあ、しょうがないねって感じで、はい、でも区長さんになられたんで、今奥さんもすごい喜んでるじゃないですか、まあ、そうですね、結果的には良かったですけどね、はい、本当に、ね、はい、いや勇気がいりますやっぱりね。そうですよ ね、20ね、何年間も勤めた、ね、はいはい、まあ、でも職員の方たちもみんな酒井区長が区長になってくれたんで、うん、良かったですよね。いや、まあ、これからちゃんと働いて、ね、うん、なってくれてよかったって、うん、皆さんに言っていただけるように本当に今年も頑張ります、はいはいはい、さあそれで区長さん、こんだけいろんな中野の魅力、いろいろ語ってもらいましたけど、はい、どんなところがやっぱり一番中野区はいいですかね。真面目な話をすると、はい、本当にいろんな人が住んでいる、はい、で私みたいに地方から出てきた人もそのまま住み続けている人もいるし、うん、本当に、まあ、出てっちゃう人もいますけども、うん、若い人から、うん、年寄りからもいろんな人が住んでいるし、はい、外国人もいっぱい住んでいるし、ね、まあ、あと例えば LGBT って言われている方々もたくさん住んでいらっしゃる、はい、まさに中野って多様性の街、うん、でこれやっぱりで多様性があってかつその、はい、お互いなんていうんですか、このぶつかり合わないというか、うん、お互い共生しているっていうところが、うん、まあ、中野のすごいところかなというのが真面目な話ですね、はい、うん、まあ、でもやっぱ中野に住んでてやっぱ一番私が良かったなと思うのは、はい、お店がやっぱ充実してるとか、はい、ね、商店街がたくさんあったりだとか、はい、あと交通の便がいいだとかですね、うんうん、いろいろこう住んでて本当に良かったと思いますね。そうですね、はい、あんなにこうちっちゃいっていうか 密集してる中ですっごいお店の数もいっぱいあって、うん、そうなんですよ、職員の時に全国の、はい、自治体の職員が結構中野に遊びに来てくれたんですけども、はい、中野の北口とか南口の商店街 の店の多さを見て驚きますから ね、はい、そうですよね、こんなに細かい店が集積していて大丈夫なんですかみたいな渋谷とか池袋とか新宿じゃないのに、うん、なんかこうすごいですよね、活気がありますよ ね、やっぱり。しかも店の大きさがあんまり大きくないので、はい、テナントが大きくないので、うん、個店が多いんですよね、うん、だから中野にしかないお店がいっぱいあるっていうのがやっぱ中野の特徴ですね。そうですね、はい、チェーン店の大きい店っていうよりも、うん、ちっちゃいいろんな立ち飲みだったりとかが本当にありますもんね。そうです、そうです、もうやっぱ家賃も高いですからね。あ、そう、高いんですよね。だからもう本当ちっちゃいところでもいい。さすがお店をやってるからそういうことご存知なんですね。もともと住んでいた串田さんとそうですよ、ね、お店家賃高いですよね。家賃高いですよね、うん、だけども、うん、だけども個展がやっぱりこう、はい、そう特色を持ってやっていくっていうのがやっぱり ね、やっぱりレベルが高いですもんね、そうですよね、お店もね。で本当に数が多いから、うん、もう同じようなことやったらどん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 入れ替わりが早げしいじゃないですか。そうですよね、うん、だから本当にみんな個性のある店がいっぱいありますもん ね、うん、ね、楽しいですよね、はいはい、素晴らしいと思います、はいはい、休みの日とかってないとさっきおっしゃられたんですけども、休みの日とかはどんなことをされてるんですか。趣味は、ずっと楽器をやってるんですよ、トロンボーンって楽器をやっていて、はい、もうちょっと長になってからほとんど吹けてないんですけれども、以前は、金管五重奏って分かります？5人で吹くんですけど、はい、トロンボーンであとトランペットが2人いて、はい、あとホルンっていう楽器とチューバって、はい、で5人なんですけども、はい、演奏活動してました。あ、例えばどんな音楽ですか。クラシックもやりますし、 あと、まあ、演歌とか普通にポップスとかああいうのも吹きましたけども、はいはいはい、老人ホームとかに行って演奏したりだとか、はい、音楽祭に出たりだとか、はい、まあ、そういう活動なんちょこちょこしていましたね。楽器を、歌とかは歌わないですね。楽器演奏だけで。そうですね、楽器を吹くっていうことですね。はい、でも
音楽やっぱりストレス解消にもすごくいいので、もうちょっと落ち着いたら、やってみたいと思いますけど。なんか区長の聞きたいですね、演奏も何かでご披露するとき。実はJCOMの別の番組なんですけども、はいはい、ちょっと吹きました、楽器を。やったんですか、なんだ、今日持ってきてくればよかったのに、なんでここでやってくれないですか。ちょっと特技をね、特技を、はい、披露させていただきました。なんかいろんな魅力がまだまだありそうなんですけども、はい、ありがとうございます。はい、それでは、最後のキーワードに行ってみたいと思います。はい、子育て、見守り、支え合いということなんですが、はい、詳しくお願いします。はい、まあ、都市部はですね、はい、これからやっぱり高齢化がどんどん進んでいきますし、はい、子どもも日本全体でもどんどん減っていく時代がもう来ていますよね。うん、はい、でその中で中野として、まずは子育てをしやすい国にしていかなきゃいけない。はい、子どもがどんどん減る中で、子どもを育てる人たちがこう、うん、中野はやっぱり暮らしやすいよ、育てやすいよって思ってもらうことがまず必要だってことですね。それから高齢化も進んでいきますので、はい、特に一人暮らしのお年寄りがこれから増えていきますので、はいはい、そういう方々も含めて、安心して住み続けられるためにやっぱ地域がその皆さんをみんなで見守る、はい、支え合うっていうことが必要になっていく。それがこれからの中野を含んだ都市部ですね、都市においてはまあ極めて重要な課題になってきます。はい、でそこをやっぱりもう着実にこう進めていくっていうのが、はい、まあ、これからの中野区政の、大きな課題かなと思ってますので、はい、そこに私は力をまずは入れていきたいと思っています。いろいろなゲストの方来てくれてるんですけども、本当に支え合いっていう、本当地域の方たちがみんな、一人暮らしの年寄りの家を見守り、そうですね、行ったりとかっていう活動を本当にいろいろされてますよね。そうです、町会連合会のね、はい、吉成会長も多分ね、はい、こちらに出ていらっしゃいましたけど、本当に町会も率先してそういうことをやっていただいているので、中野区っていうのは実はそういうその見守りっていう点では他の区に比べて進んでるかもしれない、はい、本当に、まあ、それも、まあ、強みをどんどん生かしてですね、もっと広げていきたいと思います。はいはい、いいとこどんどん引き出して、そうです、ね、悪いとこ全部捨てて、そうですね、はい、公的な目標は伺いましたが、酒井区長の個人的な今年の目標をお願いします。はい、ちょっと最近ちょっと体重が増加気味なのでなんとか運動したりして、はい、やっぱりでも大変ですもん ね、やる時間ないですよね、ジムに行ったりとかっていう時間。どうやってこう維持されてますか。私は、まあ、そうですね、ジムに、あ、やっぱジム行かれてるんですね。まあ、あとゴルフだったり、もう歩きます、ゴルフで。なるほどなるほど、でも時間ないですよね、ゴルフやらない。ゴルフも やらないですね。やらないですか。はい、まあ、ちょっと走ったりできればいいかなと思ってるので、3月にランニングフェスタって聞いたことありますね。観光大使の多分皆さんも動員されると思うんですけど、あのランニングフェスタに今回3月17日ありますけども、一応エントリーをしました。はい、区長実際、はい、駅伝の部なんですけど、私と副区長とかと一緒に走るんですよ。でもう2キロぐらいだと思うんですけども、2キロ走る自信がないんで、今ちょっとなんとか鍛えたいなと思っています。今何キロあるんですか、この体重は。体重ですよ、体重84キロです。84キロ、あ、キロです。でも、はい、身長もあられるんで、いやまずいですね、80は切りたい、70代になりたいです。はい、でもやっぱり夜もね、お酒とか飲まれるだろうし、いろんな付き合いがあると思うの で、ね、なかなかこう、大変ですよね。はい、まずは、まあ、2キロ走れる体にしたいと思います。はい、はい、今年の、はいはい、ランニングフェスタすごい期待したいと思います。はい、まだまだ聞きたいことはたくさんあるんですが、時間になってしまいました。中野人図鑑では今年も中野区で活躍される方をご紹介していきますので、お楽しみにしていてください。酒井区長、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。